ダニエル・ピューダーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー。カリフォルニア州、クパチーの出身。アメリカンキックボクシングアカデミー所属。2003年9月6日、総合格闘技デビュー戦となった X-1 で J. マコーンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2004年10月、プロレス団体 WWE の 第4回タフイナフチャレンジで優勝し、WWE との契約を獲得した。11月4日、スマックダウンにおいて、カートアングルと対戦した際アングルにシュートを仕掛け、ガードポジションからキーロックを極めるも、肩がマットについていたためピンホール負けを喫した。2005年9月、WWE のコスト削減策のため解雇、通告され、 株団体の DSW からのオファーを受けるも拒否し、以後は総合格闘会転校した。2006年からストライクフォースで総合格闘技に本格的に参戦。2010年2月22日、イグフ初参戦となったゲノム11でエリック・ハマーと対戦し、7分9秒レッグロックによるタップアウト負けを喫した。2010年6月19日、 新日本プロレスに初参戦して中村晋介と対戦し、マイエからの片指固めで敗れた。11月から中村と組んで新日本プロレス主催の G1 タングリーグに参戦。2019年2月現在、自らが立ち上げた無収益団体マイライフマイパワーとのコラボという形でアーカンソー州で無報酬のパートタイマーとして警察官をしていることが報じられた。 ありがとうございます。